夏目漱石、英日商品より、行列。ふと机から目を上げて入り口の方を見ると、書斎の戸がいつの間にか半分開いて、広い廊下が二尺ばかり見える。廊下の尽きるところは、絡めいた手すりに遮られて、上にはガラス戸が立て切ってある。青い空からまともに落ちてくる日が、 のきばをはすにガラスを通して、縁側の手前だけを明るく色づけて、書斎の戸口までパッと暖かに刺した。しばらく日の出るところを見つめていると、目の底に影楼が湧いたように、春の思いが豊かになる。その時、この二尺余りの隙間に空を踏んで、手すりの高さほどのものが現れた。 赤に白く唐草を浮き折りにしたリボンを輪に結んで額から髪の上へすぽりとはめた間にカイドウだと思われる花を青い葉ごとぐるりと刺した黒髪の字に薄くれないのつぼみが大きな雫のごとくはっきり見えた割合に詰まった顎の真下から一ひ,ひだになってただ一枚の紫が縁側までふわふわと動いている 袖も手も足も見えない。影は廊下に落ちた日をするりと抜けるように通った。後から今度は少し低いシンクの厚い織物を脳天から肩先までかぶって余る背中を筋貝の笹の葉の模様を背負っている。胴中にただ一葉、消し墨色の中に取り残された緑が見える。 それほど笹の模様は大きかった。廊下に置く足よりも大きかった。その足が赤くちらちらと見足ほど動いたら、低いものは戸口の幅を音なく行きすぎた。第三の頭巾は白と藍の弁慶の格子である。真ひさしの下に現れた横顔は丸く膨らんでいる。その片方の真ん中が、 リンゴの熟したほどに濃い尻だけ見える茶褐色の眉毛の下が急に落ち込んで思わざるあたりから丸い鼻が膨れた方を少し乗り越して先だけ顔の外へ出た顔から下は一面に黄色い島で包まれている長い袖を三寸余も円に引いたこれは頭より高いゴマだけの杖をついてきた 杖の先には光を帯びた鳥の葉をふさふさとつけて照る日に輝かした円に引く黄色い島の袖らしい裏が銀のように光ったと思ったらこれも行きすぎたするとすぐ後から真っ白な顔が現れた額から始まって平たい方を塗って顎から耳の付け根まで遡って壁のように静かである 中に瞳だけが生きていた。唇は紅の色を重ねて青く光線を反射した胸の辺りは鳩の色のように見えて下は裾までパッと視線を乱している中に小さなバイオリンを抱えて長い弓を厳かに担いでいる二足で通り過ぎる後ろには背中へ黒いシュスの四角なキレを当てて その真ん中にある金子の縫いが一度に日に浮いた。最後に出たものは全く小さい。手すりの下から転げ落ちそうである。けれども大きな顔をしている。そのうちでも頭はことに大きい。それへ五色の冠をいただいて現れた。 冠の中央にあるポッチが高くそびえているように思われる。身には命の模様のある筒袖にフジネズミのビロードの房の下がったものを背から腰の下まで三角に垂れて赤い旅を踏んでいた。手に持った朝鮮のうちわが体の半分ほどある。うちわには赤と青と木でともえを漆で描いた。 行列は静かに自分の前を過ぎた。開け放しになった戸が虚しい日の光を書斎の入り口に送って縁側に幅四尺の寂しさを感じた時向こうの隅で急にバイオリンをこする音がした。ついで小さい喉が寄り合ってどっと笑う声がした。うちの子供は 毎日母の羽織や風呂敷を出して、こんないたずらをしている。